太田さん、お絵かきですよ。はい、突然ですが、去年の今頃もやった STB ラジオの YouTube チャンネル、STB ラジオチャンネルとのコラボコーナーです。まあ、オフ会が開かれたら、ステージ上でこれやりたかったねという、あるアニソンをかけて、そのアニソンの絵を、挑戦者に描いてもらう。で、アニソンはその挑戦者だけが聞こえる状況にして、他の人が何の絵を描いてるか当てるっていうゲームをちょっとやりたいなーなんてこと言ってたんですけど、去年一昨年できなくて、YouTube チャンネルで実際に放送中に僕が絵を描いて、YouTube、STB ラジオチャンネルに上げるっていうのをやったんですよ。今年もやります。これからリクエストくれた曲をかけている間に、僕が、まあ、その絵を描きます。で、あらかじめ YouTube の STB ラジオチャンネルにアップして、それを見てくれた方はこの放送を聞きながら答え合わせ、藤井が何の絵を描いたのか。で、見てないという方は、まあ、このアニソンでこのアニメの絵を藤井がどう描くのか、まあ、今からでもこの後でも、ぜひ YouTube チャンネルでチェックしてください。僕はだからここでかかる曲が何かというのは知りません。で、もう一個 STB ラジオチャンネルを見てくれた方への特典といいますと、このドキドキフードパークの夜パオフ会の見どころの一つといえば僕のコスプレです。まあ、毎年段ボールで作るという超手作り安上がりの、ただ手間だけはかかっているコスプレ。今日は過去にしたコスプレの3つを今スタジオに用意して YouTube チャンネルでは見られるようになってるんで、あ、こういう風にやってたんだっていう、僕の声が若干変わってるかもしれませんが、それはそのコスプレ越しで今喋ってるので、はい、ということでぜひチェックしてください。じゃあ僕の手元には、はい、画用紙とマジックペンが効きました。去年やったのはね、結構ワンピースとかナルト、セーラームーンで分かりやすいのだったので、僕結構かけちゃったんですよ。さあ、事前情報では姉様から、いや、リクエスト来てるのめちゃくちゃ難しいよって言われてます。では行きましょう。太田さん、お絵かきですよ。1曲目。あー、いや、これは、はいはいはい。大好きなやつだけど、縦だな。うわー、ちょっと待って、でも。やべ、全然違う。違うんだよ、これ時間の問題なんだよ。いや、歌うよ、歌う。ゴング鳴らせ。あれ、こんなんだったっけ。なんかランニング着てたような気がするんだよな。ランニングつかベストね。ちょっとこれはまずい。あ、文字数字書いちゃダメなんだこれ。俺これ、いやー、ちょっと YouTube の人は分かんねえって。僕でも、いや、これ実際にあのお絵かきですよの場面行くと、分かってても描けないとか。え、もうまだいいの？まだいいのと言われても、うわー、ちょっと待って待って。俺これ、ドサンコエイトでやったら事故だぞっていう、自分でもやばい。ちょっと去年のセーラームーンを超える。いや、なんか、絵の特徴。いやー、そっか。いやこれ多分、はい、もうちょっと僕はこれ以上いけんよ。はい、今1曲目が終わりましたつか、まだね、僕の耳にはかかってますけど、見せますか。じゃあちょっと僕が今の曲を聴いて描いた絵、はい、これ何の作品でしょう。
はい、見せてます。ちょ、清水くんどう？いや、まあ、清水かわからんだろよ。ちょ、姉様にも一応見せます。あおっと、姉様が頭を抱えた。え、これ、なんとか推理できないから。できない。いや、だって一応、ここがメインのキャラクターがいて。で、これポイント。これ。これ、あんなかわいいさ。これポイント、ポイント。これセットわかんねえから。ちょっと YouTube でわかった人、土曜日の6、あ、でも僕ちょっと一瞬歌ったからそこでわかる可能性があるか。まあまあ、まあ。ちょっと1曲目でこれだったのは先が思いやられます。じゃあ続いていきましょう。これね、あのリクエスターと曲名は後で紹介します。2曲目はこれです。いや、そんなさ、だからさ、いやいやいや、いや、これはちょっとさ、いや、だからあんま変わらんのだよ、さっきのと。もうこれ以上無理だよ。なんか曲の選び方とかない？もっとさ、まあかといってさっきのね、なんか SAO とか来てもちょっと無理なんだけど。いやいやいや。はい、今の、はい、2曲目が流れてる間に僕は、はい、これを書きました。何のアニメでしょう？まあ、あの、1個目よりはね、まあ、絵としては成立はしてると思うよ。うん。はい。姉様に見せてます。わかんない？これ。わかる？こっちはわかる人いるんだ。まあ、そうだな。ここがちょっと、もうちょっと、シックスパックにすればわかっただけか。それでもう完璧か。さあ、この2つの絵が、何だったのか。これ並べたらやばい。はい、YouTube を見ている方、ぜひ、まあ、なんとか、あの、商品とかはないですけれども、土曜日の放送開始前にメールを pa@stv.jp まで、送ってきてくれたら来週、この人は2つ正解しましたよっていうので紹介するかもしれません。で、今、僕が何を書いてるかっていうのは、STB ラジオチャンネルで見られますので、ぜひ、あの、見てないという方は、YouTube とかね、STB ラジオのホームページからチェックしてください。